るって。もう1時近い時間です、これから金俣山へ軽くハイクします。向こうは赤木さんです。雪は、そうですね、この辺そうだね、スキーで足首ちょっと30センチぐらいですかね。どこまでスキーで行けるか。スキー場のあれは当てにならないからね。カンバとブナの決戦が出るんです。随分幅が狭いね。小さいカモシカかな。カモシカにしては随分幅が狭い。ひずめがユーテリーだからカモシカには間違いないんだけど、でも随分ちっちゃいね。こんなにほら歩幅が狭いもんね。うん、かもしれないね。目の前、あと前、正面の上、ウサギの足跡も出てきましたね。日川です。ここは浅間山方面です。上越の方は雲にかかれてきました。もう、はい、小正月になってます。前玉みたいです。向こうは、剣ヶ峰の方かな。金俣頂上直下で、スキーを脱いで壺で行きます。まあ、上りは登れると思うんだけど、下りは当然スキーは無理なんで、あとは壺はしていきます。はい、どうも。頂上が見えました。最後も美味しいところだけもらっていいね。モデルだな。オスプレイの、ラップザックやサブザックがかっこいいです。はい、何時今？1時52分。はい、50分かかったね。最近、お好みの、ポッカのポンコーンポタージュ、これを作ります。すごいサンドイッチだねこれ。相当カロリーありそうだ。